さすがマリアちゃんと私に天使が舞い降りたというアニメ作品でご一緒しました。一番最初はね、その時に白崎花ちゃんという役でアフレコ毎回ね一緒にさせてもらってたんですけど、私はその宮子さんという役で、その宮子さんはそのマリアちゃん演じる花ちゃんのことが大好きみたいな、そういうキャラクター設定があって、でも宮子も花ちゃんのこと大好きだし、私もなんかねアフレコをずっと一緒にやってるとマリアちゃんの愛がなんか溢れてきちゃって、多分すごい好きなんですよ。アフレコ当時から今も変わらず、マリアちゃんの名前見ただけでもマリアちゃんだって嬉しい気持ちになるくらいすごい好きなんですよね。だからなんか写真とか見ててもほっこりするし、多分そのマリアちゃんの人柄もそうだし、その容姿見た目全部も私のタイプなんだろうし、もちろん声もめちゃくちゃ可愛い、なんか素の声もそうだし花ちゃんの声もそうだし、なんか全部の声が愛おしいみたいな、もうすごい好きなんですよね。でアフレコの時に私が多分その時ちょっと元気がなくて、で誰にも何も言ってなかったけど、マリアちゃんだけ何かを感じ取ったのか、スススって寄ってきて、私の肩にポンって手を触れて、ウイシャも大丈夫ですかって。なんてこの子は優しいんだ。そしてなんてこう、なんだろう、人の気持ちとかを察知する能力が高いんだと思って、なんか感動しちゃって、会いたいな。